はい、どうも、ハピネスダークのハピネスです。ウォーフレーム75プラチナコード抽選発表の動画やっていきたいと思います。こちらは10月7日締め切り分のものになります。よろしくお願いいたします。今回もですね、公式デジタルエクストリーム様よりスポンサーされた75プラチナコードプレゼント企画、最大4名様を選出していきたいと思います。抽選の方法を説明した後、実際の抽選に入っていきたいと思います。それではね、早速抽選の方を説明していきたいと思うんですけれども、こちらね、あなたのアカウント名、そしてニックネーム、プラットフォームが、皆さんからお送りいただいた情報として記載されています。で、今回応募人数が299名となっておりました。そしてハピネスのテスト回数が4回、重複件数が2回となっていて、倍率が崩れるような数が合計6となっていますね。そしてね、こちら応募フォームの管理画面の方になるんですけれども、こちら重複回数、テスト回数すべて含めた全回答数が305件となっております。なのでね、こちらの応募人数から、この倍率の崩れる数字6を引くと、最終的な数字が299となる認識ですね。こちらね、関数を入れて299名全員をカウントしています。さらにね、重複の、識別の方法としては、これ一部参考例なんですけれども、こんな感じで同じコードがね、入力されると勝手に色塗りになる関数をね、ハピネスが組んでいます。なのでこちらをね、一つの判断材料として、重複しているかしていないかっていうのを調べさせてもらっています。その他にも方法はあるんですけれども、これは一つの参考例となります。そして今回も番号選出、ニックネーム公表ということで、いつもお世話になっております MW ソフトさん、こちらね、ランダム抽選ツールの方を使っていきたいと思います。こちら左のボックスに入っているのはハピネスが、もう思ったことをそのまま書いただけの、名前が入っている欄になるんですけれども、こちらに皆さんの番号を入れていく形です。そしてここのね、抽選というボタンを押すと、カール、ザリマン、レールジャック、プラチナ、おお、すげえ、俺の適当に入れたカニ、餃子、今日の晩ご飯全部回避された。まあどうでもいいんだけど、それは、こんな感じでね、4名が選出される形になっておりますので、こちらの抽選ツールをね、使ってランダム性、平等性を持ってね、選出していきたいと、抽選していきたいと思います。はい、それではですね、皆さんの、番号をですね、こちらコピーします。あ、こういうことがないようにね、気をつけて。はい、まあいっぱい確認するんでね、大丈夫です。皆さん安心していただけると思います。俺で自身の確認もあるしな、これ。はい、1から299が入りましたね。はい、それでここのね、1番をコピーします。で、ここに貼り付けます。そうすると11っていう風に左右対称になりましたね。そしてこんな感じで残りの2から299をコピーします。慣れたもんだな、これも。みんなもなんか楽しくなってくるでしょ、これ見てると。もどかしい人もいるだろうけど。はい、で2番からね、コピペしたら、299まで連動しましたね、数字が。ということはですね、こちらの、ランダム抽選ツールのこの左のボックスに1番から299番が間違いなく入っているという証明になります。はい、それではね、早速このランダム抽選ツールのこちらのね、左のボックスから右のボックスへ移行する最大4名の方を選出していきたいと思います。それでは抽選発表です。まず1人目の方、この方です。242番、どなたでしょうか。こちらの方です。ラブジーンズ2504073、おめでとうございます。こちら、PC 勢の方ですね、おめでとうございます。はい、それではね、こちら黄色塗りにさせていただきたいと思います。ドドン。はい、そしてこちらニックネームの方をですね、こちらに記入させていただきます。ありがとうございます。はい、まずはね、242番が出たということで、続いて立て続けにいきましょうか。続いて2人目の方です。発表します。番号はこの方だ。ドックン、68番、誰かな誰かな誰かな、ポン、68番、黄色さん、 PC 勢の方です。おめでとうございます。はい、こちら PC 勢の方、黄色さん68番がご当選されました。黄色塗りにさせていただきます。はい、PC 勢の方続いてますね。おお、なんかね、
このプラットフォームも誰になるだろうっていうのがね、分かんないところがまたちょっと緊張するんですよね。全プラットフォーム対象ですからね。以前は Xbox 勢の方も1回当選されたりだとかありましたので、本当に何が起こるか分からない抽選企画でございます。はい、これ24268と来ております。だいぶ数字が飛び飛びですね。それでは3人目の方発表します。この方です。ドックンドックンドックンポン246番。誰かな誰かな、はい、この方です。246番、春巻きの漬物さん、おめでとうございます。お、また PC 勢の方ですね。今回 PC 勢の方多いですね。おお、すごいですね。こんなこともあるんだ。もう初めてかな、ここまで PC 勢がずっと続いたのは。あんまちょっと詳しく覚えてないけど、おめでとうございます。はい、こちら246番ですね。春巻きの漬物さん、うまそうだな。続いて最後の方です。75プラチナコード、当選者4名目はこの人になります。てってれん、77番。なんかラッキーセブンみたいなのを考えちゃうね。さて、77番はこの方です。ドン、ウニちゃんさん、おめでとうございますおめでとうございます。いや、ごめんごめんごめん、あの全員 PC 勢だった今回これはね、ランダム抽選ツールは知らぬ存ぜぬことなので、たまたまですね。うん、PC 勢を選出とかないからね番号でやってるからたまたま4人とも PC 勢だったということですね。いや、こんなことあるんですね。本当に初めてのことだと思います。今後こういうことあるかもわかんないし、うん、まあ、たまたま PC 勢のことは多いってわけでもないね。いや、すごいですね、こんなこともあるんですね。はい、ということで早くもですけれども、4名すべての方が、抽選発表終了しました。皆さんおめでとうございます。ぜひリスナーの皆様からもこのご当選されました4名の方にですね、コメント欄にて NWT コメント、ナイスウォーク10のコメントをお送りいただき、祝福いただければと思います。よろしくお願いいたします。いや、今回も多くの方にご参加いただきまして本当にありがとうございます。皆さんがね、いつもご丁寧にご参加してくださるので、ハピネスも楽しく、そして安心してね、こうしたイベントもね、開催することができています。公式からお達しがあり次第ですね、必ず行っている企画となりますので、ぜひね、この期間にチャンネル登録をいただいて、こうした企画の発表もですね、通知が受け取れるように追っかけていただければと思います。最後にご当選者様向けのメッセージとなりますが、こちら配布日は2022年10月11日東部標準時間午後14時以降となっております。日本時間基準だと時差がカナダとマイナス13時間ありますので、日本時間基準では10月12日午前3時頃となりますので、こちらのご認識よろしくお願いいたします。もしね、その時間を過ぎても届かないよっていうことがあれば、概要欄にあるハピネスダークのメールアドレスへ、ご連絡いただければ、ハピネスの方が直接スタッフの方とやり取りしますので、ご安心いただければと思います。そんな感じでまだまだ並行してね、いろんな抽選企画、実施しております。そしてハピネスが個人でやる抽選企画もまだまだ皆さんに公表してないだけでたくさんありますなので楽しみにしていてください。ということで、今回も75プラチナコード抽選企画無事に終了いたしました。また次回もあればですね、必ずやっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。皆さんのご参加ありがとうございます。そしてご当選されました4名の方々、本当におめでとうございます。また別の実況動画でお会いしましょう。ハピネスダークのハピネスでした。またね、バイバイ。